はい、どうも、空です。最近漫画を読み漁ってるんですけど、アニメ化してたり、映画化してたり、実写化してたり、そういう有名な漫画はですね、読むの楽しいんですけど、どちらかというとアニメに走ってしまう派なんで、そうじゃなくてちょっと隠れた名作的なものをこう探して、これ面白そうだなって思ったやつを購読してたりするんですけど、なぜかね、俺が選んだ作品はあたりしかとりあえず今んとこ引いてないんで、今回はね、その、隠れた名作的なものをね、皆さんに紹介していこうかなということで、ちょっと動画にしてみました。で、その名作の中でも今んとこダントツで一番熱い、もう早く最新刊読みたいって思ってるやつからちょっと紹介していこうかなと思います。じゃあこちら、はい、ブブーロックっていう漫画なんですけどね、もう表紙見てね、表紙見てわかるようにね、もうサッカーの漫画ですね。俺めちゃくちゃインドアなんで、サッカーとか普段やらないんですけど、もうサッカーとかもういつの時代にやったんだよっていうぐらいサッカーやってないんですけど、スポーツとかそんなにやらない人でもこれおすすめの漫画です。じゃ、そもそもそんなね、インドアの俺がこの漫画に出会ったかっていうと、実はこの作者さん、野村さんかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、この作者さんのツイッターでですね、お店でよくある試し読みみたいな、そんな感じでツイッターにですね、冒頭部分の第1話かなを、無料っていうか、画像載せてたんですね。で、それを誰かがリツイートしてて、偶然たまたまね、私も漫画をこう読んでたら、この漫画クソ面白いんじゃねと思って、ちょっと続き読みたくなったんで、ガサッと買ってちょっと読んでみたんですよ。それがね、このブブーロックっていう漫画との出会いなんですけど、じゃあこの漫画、結構ね、スポーツ系の漫画って昔で言うところのなんかキャプテン翼とか、あとメジャーとか、最近で言うとなんか黒バスとかありますよね、黒子のバスケとか。けど大体なんかそういう漫画って学校対学校みたいなで優勝するみたいな、そんなザ青春みたいな漫画が多いんですけど、これちょっと毛色が違ってですね、舞台というか設定は、現代の日本というか、ちょっと俺サッカーに詳しくないからちょっとよくわかんないんですけどワールドカップ、ワールドカップに何か出場することが何か最初のその日本代表の目標だったみたいなんですけど、ワールドカップ出場っていう目標は果たしましたと。けどワールドカップ優勝は まだ、できてないと。今できてないのか、ちょっとサッカー本当試合とか見てないからちょっと分かんないんだけど、でじゃあ日本をワールドカップで優勝させるために何が足りないかってことで、このね、この人主人公なんですけど、この人も含めて、この作品に登場する人物全員がフォワードなんですよね。でその高校生なんですけど、フォワードを、めちゃくちゃ集めて、
まあ、日本をねワールドカップで優勝させるために、まあ、最強のフォワードを、まあ、作ろうぜっていう話なんですよね、うん、なんでこう学校対学校とかじゃなくてもう個人戦みたいなめちゃくちゃ面白くて、なんだろうな、こう黒バスとかってだいたいさスポーツ系の漫画ってさ、まあ、テニプリとかねもうそうなんだけど、途中からさもう人間技じゃなくなるじゃん、なんか技名とか出てきちゃうじゃん、なんかもう分かんないじゃん、手塚ゾーンとか意味分かんないじゃん、もうお前それどうやってんのっていうさ、なんか魔法使ってんのみたいなさ、そういうのあるじゃん、もう現実味を途中から帯びなくなってくるじゃん、そういうのじゃないんですよ、そういうのじゃないんですよ、こうまあね、俺ら一般人はまあできないできない、まあ頑張って練習すればできるかもしれないけど、まあ、プロのサッカー選手程度だったらまあできるだろうぐらいの、まあ、レベル感、突出してチーターみたいなやつらがいないんですよこの漫画って。みんなこの主人公もまあ割と普通の、まあ、ちょっとサッカー強いぐらいの、まあ、凡人みたいなね、最近よくある俺強えみたいな、なんか主人公最強説みたいなね、そういうのじゃないんですよ、もう普通のサッカー少年、もう有名選手に憧れてる普通の夢見るサッカー少年なんですよこいつこいついい目してるでしょ、いい目してるでしょ、ほんとサッカー友達みたいな顔してるでしょ、飛び抜けてなんかまあ若干ね個性が強い、まあ、個性ばっかりみたいな感じなんですけど、まあいろんなスポーツ漫画でこうなんか強い強敵みたいないるじゃないですかね、黒子のなんか奇跡の世代みたいなね、まあ奇跡の世代とか、あと各学校のなんか強いやつらが全員集まってみんなでこうサッカーするみたいな感じで、うん、結構面白いんですよ、個性強えなおめえらっていうやつらしかいないんで面白いんですよ。この少年もなんだろう、全国予選かな、全国予選の試合でまあ 0-1 で負けてて、で主人公がゴール決めれば 1-1 で同点になるところだったんだけど、それをまあ味方にパスして、まあ、確実に1点を取ろうっていう、でその味方がねまた同時でゴールのポストっていうのかな、この側に当たってで逃すんですよ、ゴール逃して、で逆敵チームにねボール渡っちゃって最終的に 0-2 で負けるんすよ。でここで俺が決めてるかなみたいな感じで、まあちょっと後悔が残る感じで試合終わっちゃったんですけど、でそんな時に手紙がね届きまして、あなた選ばれましたと、今すぐ下の URL をクリックして100万円ゲットしましょうみたいなね、まあ、そんな感じのうさんくさい手紙が届いたんですよ、あなた選ばれましたと。でまあ恐る恐るそのなんだろう会場に集まると、300人だったかな、300人の高校生がゾロゾロとね集められていて、でまあみんなでね寮に入って、でその300人から最強のフォワードを育てるみたいな、でこっからが面白いんですけど、いろんなミッションみたいなのを強いられるんですけど、それをクリアできなかったら即退場させられるんですよね。だからもう常に危険と隣り合わせじゃないですけど、そんなね死ぬわけじゃないけどね、サッカーを続けるためにはもうこの世界で生き残るしかないっていう、もう初めからクライマックスなんですよね。
ここがもう面白いっていうか、そういうのがなんか没入感があっていい漫画なんですけど、あと個人的にね、個人的に好きなんですけど、これね、もちろんネタバレとかはね一切しないんで、皆さんね読みたかったら買ってください。これブックカバーってあるじゃないですか、ブックカバーですかね。まあ これはいいでしょブックカバーあるよね、このカバーね、これをね外すとね結構面白いですよ外さないけどね、うん、裏側は普通なんですけど、表面ね俺好きなんですよ個人的にぜひ買って裏側をこう最初にこうペラって見てください。面白いんで。で、まあどんな人におすすめか、まあ、スポーツものの漫画とかそういうの好きな人はもう買って損はない、読んで損はないです、これはマジで。あとなんか最近なんか熱くなりてえなって、俺の心冷めきってれば誰か熱くしてくれって思ってる人は、まあとりあえずこれを買ってください、買って読んでください。めちゃくちゃ面白いですこれは、ほんとね。もうねこれ読んだ後に多分みんなね流行語大賞に入るんじゃないかっていうぐらいね、あエゴいわって思います。この言葉の意味は読んで確かめてください。でね最新刊現在ね、もうね買っちゃってるんですよね全部。今ね6巻まで、11月くらいだったかな、6巻発売したんですけど、もう読みましたよ、ね、もうすぐ読みました、すぐ読んで、あ次読みてってなりました、ね、確かね12月頃に発売予定とかって書いてあったんですけど、まあね今ね6巻まであります、6巻まで全部で、逆だね、こうだね、今6巻まで、発売してますんで、買うときは6巻まで全部買ってください全部買ってください6巻まで。もうね1日で全部読めます、これ本当面白いんです、本当に面白い、本当にねこれねアニメ化しねえかなって、もうすぐアニメ化しねえかなって思うぐらい面白い、これはもう熱い、熱すぎる、もうやばいもうやばい、いい、みんないい目してくでしょ、みんないい目してくでしょ。ブルーロックという漫画今回はね、紹介いたしましたが、まあ、この他にもねいろいろ漫画をね紹介していければなと思いますんで、まあ、あとちょっとこんな漫画もあるんですけどちょっと読んでみてくださいみたいなリクエストとかもね あったらねぜひコメントとかで、いただければ、ちょっと読み漁って面白かったらまたね紹介していこうと思います。はい、ということで、まず、第1弾、おすすめ漫画の、ま、漫画レビューですね、ブグーロックでした。みんな読んでみてください、これめちゃくちゃ面白いです。じゃあまた次回、ありがとうございました。